ゴルフネットワーク。こんにちは。こんにちは。自己紹介お願いします。NYSG チーフインストラクターの高橋源です。今回もよろしくお願いします。お願いします。いやいつもお世話になってます。こちらこそ。なんかすごい源ちゃん人気がすごくてですね、やっぱりすごい基本に忠実なことを教えていただけるということで、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ基本は大事ですか？いや、かなり。基本ができてから、次にこうワンステップ上がってこうやっていかないと、先にこう何か目新しいものを取り入れちゃうと、こういずれ困る。ああ、どっかでね。確かにね。あるので、じゃあ基本のいろんなことをね教えていただこうと思うんですけど、はい。源さんはほら練習場でいつも働いてるじゃないですか。はい。なんか普段一般の方がこう練習場行った時に、なんかそこをこういう活用するともっと上手くなりますよとか、はい、なんか教えてもらっていいですか？今回アイアンの、はい、アイアン、はい、打ち方というか、まあ練習場でどうしたらいいかっていうところなんですけど、まあ基本的には練習場でドライバーはまあティーアップするので、まあ素材はまあゴムティーだったり違うにしても、まあ、ほぼコースと似た状況だと思うんですけど、はいはい、アイアンはこの地面の素材がちょっと違って、まあ、マットを素材ね、確かに、ね、人工芝だから普通の芝とは当然違うし、はい、違うですね、ドライバーのティーは確かに、まあ、ゴムと木は違うけど、まあ、同じような感じってことですね、はい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 、そこがちょっとこうアイアン苦手な方とか、はい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 、確かにその辺をちょっと今日はどうちょっと工夫した練習方法というか、はい、やり方で上達していく。じゃあ人工芝なんだけどちょっと本芝に近づけるような感じの使い方、はい、そうです。面白い、興味あります、はい、でアイアンでこう気になるポイントとしては、はいはい、気持ちよく打ってナイスショットを練習場で打ってるんで調子いいぞと思ってこうコースにいざ行くと、あの当たりが全然コースで出ない。出ない出ない出ない。なんかまず当たった感じも出ない。そう、結果も出ないし、はい、これはやっぱり多くの方はこの手前にヘッドが落ちて、はいはいはい、でこの人工マットを滑ってボールにアタックしてこう打っていくと、こう当たった感じはすごく芯に当たってる感じでボールも上がっていきますし調子いいなっていう思うんですけど、その打ち方は当然コースで打ちますから、そうすると手前で突っかかってこううまくヒットできない、まあもうダフるとか最悪の場合はダフって全然当たらない、でそうすると今度ダフりたくないんでトップはいはいはい、してきてしまうっていうところですね、はい、それをこうもう練習の段階からしっかりコンタクトできる方法をちょっとやっていただけたらと思います、うん、これもうなんかあれじゃないですか、練習場の使い方っていうよりはめちゃくちゃアイアンレッスンみたいな感じになってきましたけど、になるんですかね、アイアン上達法ですよこれね、そうですね、なんと、はい、ありがとうございます、はい、やっぱりこう理想は、少し打った後に芝を削っていくようなターンが出る、プロがやるやつですね、はい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 、あの感じになってくると、こうしっかりとしたコンタクトができて、まあ、当然距離も稼げるという感じになるんですね、はいはいはい、でダフってしまうのでやっぱりボールの手前をインパクトしてしまっているので、最下点をできるだけ手前ではなくて先へ、はい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 、左側へ落としていけるような、確かに確かに、はい、でそのためにこう、もう練習場に絶対あるもので練習、はい、ってなるとこのゴムティーですね、普通のゴムティーですね、普通の短いですね、短めで、はい、ドライマットと同じ、マットより1センチか2センチって出てるぐらい、そうですね、はいはい、パー3でティーアップするような高さか、はいはい、まあ、あとはちょっとそれより少し高めな、はいはいはい、まず準備をしていただいて、ボール置かなかったですね、ボールはまず置かないでやりたいです、置かないで、はいはい、で
まずはワンヘッドぐらい後ろ側、うんうん、はい、に、はい、ボールがあると思って、ほう、でまず素振りですね。素振りで、はい、素振りでこのゴムティーを、はい、打てるかどうか。打てましたね。音が多分すると思います。はははは、普通の芝をする音と違って、うん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 、ゴムティーの音が、はい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 、なると思います。そこが最下手になってるから当たる。そうですね。ボールの設定はワンクラブ後ろなんだけど、はい、最下点はその、最下点をちょっと左にしていただきたいんで、これで打った時に音がしないと、本当だ、すくい上げちゃう、まあ、基本的な打ち方になると思うので、すごい、まずこの素振りで、はいはい、でちょっとどうしても触れないなと思うんでしたら、うん、この設定を少しクラブヘッド半分ぐらいで、あ、ちょっとずつ、ね、近づけて、はいはい、まあ、最初近い方がいいと思いますね、うんうんうん、はい、ここでまず当たります、当たりますっていう、それができたら、うん、ボールをセットして、打つんですか、まさか。で、まあ、ボールを打つというよりは、はいはいはい、左側にある、うん、ティーを打っていく。お、当たってますね、はい、そうすると厚い当たりというか、こうしっかり捉える感じが出せてくると思うので、まあ、こういった練習をすると、はあはあ、これめちゃくちゃいい練習ですね、はい、実際に練習場でもできるってことなんですね。そうですね、これでこう確認していただけると、素振りだけでも現状どうなっているかっていうのが、はいはいはい、こう、まあ、映像を撮ってもいいんですけど、うん、当たる瞬間のヘッド軌道ってなかなか難しいので、うん、確かにで注意点は、あ、注意点あるんです、一つだけあります、はい、注意点、後方から見たときに、はい、すみません、この、これに当てようとするあまり、うん、クラブがアウトサイドからこう来てしまうと、はいはいはい、意味がない、意味がないので、はいはいはい、必ずバックスイングはしっかり右に回ってトップのポジションを作ったところからゴムティーに目指していくっていう風にしないと、ただ上げて触ろうって思うと、まあ削るイメージですけどってなってしまうと、こうスイング軌道が悪くなってしまうともったいないので、そこは気をつけて、そこはちゃんと、はい、確かに。でもだいぶ手前からセットしてあのティーに当たるようになったら、自然とコースではダウンブローに入って綺麗なターンが取れる可能性があるということですね、はいはい、おお、なんか練習場の使い方っていう質問でしたけど、結果的にはアイアン上達法ってことでですね、ね、はい、いや、たくさんの引き出し持ってますね。ありがとうございます。じゃあ、今回はそういうことで、はい、また次回、はい、よろしくお願いします。お願いします。